中華人民共和国武装力量は中華人民共和国憲法に登場する軍事上の概念であり中国共産党総書記及び中央軍事委員会主席のみが指導をすることが許されている三つの武装組織を包括した故障である中央軍事委員会主席は中国の軍隊である国家武装力量の最高司令官2016年4月より 中国第五代最高指導者の習近平が放職している。武装力量という語は中華人民共和国の基本法である中華人民共和国憲法の第九十三条に登場する。憲法第九十三条の原文と法約を明示する。第九十三条中、人民共和国中央、ことい、海全国武装力量。中央ことい、海床列人、生。 中人民共和国法第93条中華人民共和国中央軍事委員会は全国の武装力量を指導する。中央軍事委員会は以下の人員で構成される。中華人民共和国憲法上の条文では全国の武装力量を指導する権限を中華人民共和国中央軍事委員会が保持することが規定されている。さらに、 中華人民共和国国防法第19条において、中華人民共和国武装力量に対する、中国共産党の権限が規定されている。国防法第19条の原文と法約を明示する。第19条中、人民共和国的武装力量女中国とも等、武装力量中的中国共、党衣装中国共、党商定業活、 中人民共和国国防法第19条中華人民共和国の武装力量は中国共産党の指導を受ける。武装力量の中の中の中国共産党組織は中国共産党規約に従って活動を行う。中華人民共和国国防法上の条文では中華人民共和国武装力量を指導する権限を中国共産党が保持することが規定されている。また、 中華人民共和国武装力量に該当する組織と、その役割は、憲法には規定されず法律の中華人民共和国国防法第22条によって定められている。国防法第22条の原文と法約を明示する。第22条中、人民共和国的武装力量、由中国人民解放、役部は役部、中国人民武装警察部、民兵制、 中国人民解放、薬部是国家的常、主要単、防作人、必要解消法律、定、女社会秩序薬部大乱、照らし定業、必要解消法律、定、女社会秩序、熱性国家布的例薬部、中国人民武装警察部在国、院、中央ことい、快適指下、単国家、予的安全保、任、社会秩序、 民兵在ごと机敵指下、探勤、防作人、助社会秩序。中人民共和国国防法第22条中華、人民共和国の武装力量は、中国人民解放軍現役部隊及び、予備役部隊、中国人民武装警察部隊、民兵から構成される。中国人民解放軍現役部隊は、国家の常備軍であり、主として、 防衛作戦任務を担当し、必要時には法律の規定に基づき社会秩序の維持に協力することができる。予備役部隊は、平時は規定に基づき訓練を行い、必要時に法律の規定に基づき社会秩序の維持に協力することができ、戦時には国家の発布する動員令に基づき転換することができる。中国人民武装警察部隊は国務員、 中央軍事委員会の指導指揮下にあり、国家が付与する安全保衛任務を担当し、社会秩序を維持する。民兵は軍事機関の指揮下にあり、戦備勤務、防衛作戦任務を担当し、社会秩序の維持に協力する。中華人民共和国国防法すなわち、中華人民共和国武装力量とは、以下の3組織を指す。またその任務は、に限定されている。 中華人民共和国の武装組織としては、前期の3組織以外にも、党中央政法委員会の指導下にある、公安部及び人民警察、中国会計局などもあるが、これらの組織は中央軍事委員会の指揮下にはない。中国共産党及び中華人民共和国中央軍事委員会のみに、指導を許された中華人民共和国武装力量とは、 国防法に規定されているように国外勢力からの防衛、治安維持などの国内警備に役割を限定された特定の武装組織である。中国の公式の英訳文章では武装力量に対しアームドフォーセスの訳が用いられている。日本では US アームドフォーセスに対しアメリカ軍もしくは合衆国軍の訳が使われている。アナロジー的に 中人民共和国武装力量を中国軍もしくは中華人民共和国軍と訳しても良いのだが、すでに日本人の間では中国軍もしくは中華人民共和国軍といえば中国人民解放軍のことを指す用語として広く認識されているため、この訳は避けた。中華人民共和国武装力量の各組織と任務の対応を表にすると以下のようになる。 国内警備には国境警備、領海警備も含まれる。中華人民共和国武装力量の各組織を役所で区分すると以下のようになる。ありがとうございます。